江戸時代は大阪夏の陣を最後に250年余りの元和演武とも言われる文治の時代を迎えました。この江戸期は緻密に構築された藩幕体制とその鎖国政策により国内的に安寧の日々を迎え、民情も落ち着き、商業も発展し、町人文化が繁栄しました。こうした鎖国下の日本を世界からはどのように見られていたのでしょうか。今回は当時2人の外国人が書き残した旅行記をもとに、日本がどのように映っていたのか見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。実は出入りしていた外国人、当時の日本と世界との関係を見ると、徳川幕府がキリスト教やヨーロッパ列強の外国勢力の流入を恐れて鎖国政策をとっていたため、外国人が大勢来日する現在の日本とは異なっていました。世界の人たちにとって日本はあまりにも遠い異国の地で、そこに住んでいる人たちの生活や風俗はもとより文化レベルなど全く知ることはできなかったのです。ただ日本だけではなく、中国をはじめ朝鮮、東南アジアの諸国でも解禁政策をとっていて、民間における海上交通や貿易、漁業などにおける制限がかけられていました。日本は完全な鎖国というわけではなく、長崎港内に埋め立てた出島にポルトガルの商館を置くなどして、ある程度の貿易を許していました。この出島は日本国内を訪れる外国人の窓口の役割を果たしていました。出島を介して日本を訪れていた商館関係者や宣教師などの外国人が、江戸時代初期の日本を紹介するパイオニアとなっていったのです。彼らはその当時の江戸を中心とした日本について、その旅行記や手紙などで日本を観察した記録を、日本と異なる文明文化の中で生活している世界の人たちに発信していくことになります。その彼らの耳目を引いたのが、町民文化の栄える江戸に住んでいた町人の生活や風俗でした。江戸は世界一の大都会。江戸幕府開府以来、日本の政治的中心都市となった江戸の町は、江戸市中の町割という市街地の区割りや、江戸に通じる五街道の整備、参勤交代の確立などで急速に発展。この間に町人の爆発的増加や商業の発展も著しく、人口増加の一途をたどっていきました。1721年に行われた日本で初めての人口調査で、江戸の町奉行支配地の町方人口は50万人に達していました。これに武家約50万人、寺社その他約10万人と合わせた総数約110万人が当時の江戸の人口と言われています。世界的に見て、当時のヨーロッパ一の大都市ロンドンが約70万人、パリが約50万人とされているので、当時の江戸は世界最大の都市として存在していたということです。この大都会、江戸に住んでいる人たちの暮らしぶりは、日本人にとっては当たり前のことでも、外国人である彼らにとっては驚愕すべき習わし、しきたりとして捉えられ、飛行機などの記録に書き残されています。2人の外国人が見た日本。ここからは最初に触れた外国人2名の旅行記をもとに、彼らが見た日本について見ていきましょう。1人目はスウェーデンの植物学者で、日本の植物学の基礎を築いたツンベリー。彼は1771年にオランダ東インド会社に入社し、外交繊維として世界各地を訪れ、合わせて植物学者の立場から各地域における植物体系を調査することを目的としていました。1776年長崎に着いたツンベリーは長崎オランダ商館医となり、その4月に商館長と共に江戸に散布し、将軍徳川家治の謁見に随行することとなりました。この間の長崎から江戸まで14の地域と8つの回路を経た、その旅は日本の文化に接する良い機会となりました。その文化機構の印象を記した江戸散布随行記は、ツンベリーが自ら観察し身をもって体験した視点からの日本分析として、江戸時代の日本がどのように見られていたのか、現代の我々にとっても大変興味のあるテーマを与えてくれます。2人目の考古学者、実業家のシュリーマンが来日したのは、ツンベリーの日本滞在のおおむね100年後、幕末の慶応元年1865年のことでした。その旅は江戸、横浜、八王子に限られた約1ヶ月の短期滞在でしたが、シュリーマンはシュリーマン旅行記、
秦国、日本で、これまで方々の国でいろいろな旅行者に出会ったが、彼らは皆感激した面持ちで日本について語ってくれた。私はかねてからこの国を訪れたいという思いに身を焦がしていたのである。と述懐しているように、日本は憧れの国でした。一旅行者としての立場から江戸庶民の生活の場に入り込み、その暮らしぶりを肌で感じたシュリーマンの印象機は、ツンベリーの観察と色合いの違う視点で日本を見ていました。ツンベリーは随行記の序文で日本を独特の国と表現し、その国民性について高く評価しています。気が利いているとともに賢明である、従順だが同時に正義を愛し、またある程度までは自由を主張する、活動的で質素で節約家で誠実でかつ勇気に富んでいる。このような特質、特によりこの国民の欠点と思われる迷信的でうぬぼれ強く疑い深い点を償う。一方のシュリーマンも、日本における教育については、教育はヨーロッパの文明国以上にも行き渡っている。中国も含めてアジアの他の国では女たちが完全な無知の中に放置されているのに対して、日本では男も女も皆かなと漢字で読み書きができる。このように日本の教育水準の高さを褒めたシュリーマンですが、日本人の宗教心については、私は民衆の生活の中に真の宗教心は浸透しておらず、また上流階級はむしろ懐疑的であるという確信を得た。ここでは宗教儀式と寺と民衆との娯楽が奇妙な具合に混じり合っているのである。かくも雑多な娯楽が真面目な宗教心と調和するとは私にはとても思えないのだが、として浅草観音の境内の見せ物小屋、茶店、バザール、芝居小屋などを挙げて嘆いています。シュリーマンがため息をついた日本人の敬虔な宗教心のなさは、お盆の墓参り、ハロウィン、クリスマス、大晦日、初詣など各宗教の諸行事が混在し、ある意味イベント化している現代の世相を見ると、これは日本人の体に脈々と流れている差がと言えるかもしれません。ここからより細かい視点で見ていきましょう。江戸幕府の統治システム。ツンベリーは幕府の統治システムについて、どの町にも民衆の便利、平穏、安全、並びに幸福を保つためによくできた組織があると述べ、江戸時代、治安維持や相互扶助などを目的として制度化された5人組制度を紹介しています。こうしたツンベリーの好意的評価とは逆に、シュリーマンは5人組システムを名指しすることは避けながらも痛烈に批判しています。民衆の自由な活力を妨げ、むしろ抹殺する封建体制の抑圧的な傾向が挙げられる。公然であろうと隠密裏であろうとを問わず、忌まわしい諜報機関が存在し、しかもそれが大きみの政府を支えている。江戸の治安。江戸散布の旅を楽しんでいたツンベリーは、日本の治安について、この国ほど盗みの少ない国はほとんどないであろう、強奪は全くない、窃盗はごくまれに耳にするだけである。それでヨーロッパ人は幕府への旅の間も全く安心して自分が携帯している荷物にほとんど注意を払わないと評価しています。器用さ、勤勉性。ツンベリーは日本人の手先の器用さやその勤勉性について、この国民は必要にして有益な場合、その器用さと発明心を発揮する、そして勤勉さにおいて日本人は大半の民族の群を抜いていると激賞しています。そして日本人が作り出した刀剣や工芸品についても絶賛しています。彼らの鋼や金属製品は見事で、木製品は綺麗で長持ちする。その十分に鍛えられた刀剣と優美な漆器は、これまでに生み出し得た他のあらゆる製品を凌駕するものである。当時から日本の技術は一流だったわけですね。日本人の節約心。ツンベリーは日本人の節約心に感嘆の声を上げています。節約は日本では最も尊重されることである。それは将軍の宮殿だろうと、粗末な小屋の中だろうと、変わらず愛すべき美徳なのである。日本人の習俗。日本に好印象を持っていたツンベリーですが、その彼でも我慢できなかったのが、当たり構わずされる包皮、時婚女性のお歯黒でした。お歯黒については最大級の表現でこき下ろしています。大半の国なら家から夫が逃げ出してしまう代物だ、
大きな口にギラギラした黒い歯が見えるのは、少なくとも私にとっては醜く不快なものであった。また、包皮については、その不作法さを盛んに嘆いています。日本人には平気で包皮するという悪癖がある。ヨーロッパならば大変な不作法となるが、日本人は恥ずべきこととは思っていない。かなりの衝撃があったのでしょう。天下太平という言葉で表されるように、鎖国下の日本は領土をめぐって戦うなど、国際的な揉め事の当事者となることがありませんでした。武力を著しく発展させる必要がなかったため、その基礎となる科学技術は発展しない代わりに、海外の影響を受けない独自の文化芸術が育ちました。長きにわたる徳川幕府による統治によって、学問や文化が発展したことからも、平和な社会生活が営まれていたことがわかります。それでは今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。